皆さんこんにちは、エリコネイルの黒崎エリコです。今日はなんと筋肉の中の神様バズーカ小田先生とちょっとお話をさせていただく機会をいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。日体大で教授もされていて、すごいたくさんいろいろ賞を取ってらっしゃって、大会でももちろん何度も優勝してらっしゃる先生なんですけど、私今月50人になるので、それにあたって今後元気に健康に、そしてこうスタイルとかも気にしながらやっていくときに、先生のその鍛えるとかではなく先生のその頭の中に入っている全部の体が全部分かってらっしゃる食事法とか、そういうものをちょっと今日はお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、体脂肪を取って筋肉を自分のつけたいところにつけて体の形を変えていくっていうことを我々やってるんですけど、体脂肪をもう限界までなくして、で筋肉を限界までつけるから、まあ、ちょっと異質な人間に見えるだけで、ほとんどの人がそれと同じベクトルのことをやってるんですよね。ダイエットしたいって方は、まあ、体脂肪を取りたい、でボディメイクしたいって方は筋肉をつけたいところにつけるっていうことをやってて、その究極版がボディビルってだけなんですよね。なるほど。だからその、まあ、過程に皆さんがなりたい体があるっていうことで、うん、割と健康づくりを社員に教えてほしいっていう社員研修とか、うん、結構多いんですよ、うん、あ、そうなんですね。そうそう、体脂肪を取るっていうのは私たちがちょっともう当たり前にできることなんで、うん、でも普通の方は困るじゃないですか。いや、そうです。やったりとか、あとは美容の方も最近すごく興味を持っていただいて、うん、エステサロンの方ってやっぱエステの技術を使って美しさを作っていくっていうことじゃないですか、うん、で僕らは食事とか筋トレとか睡眠を使って美しさを作っていくっていう、睡眠なんですか。そうなんです。やっぱり今日もその話をと思ってたんですけど、うん、運動、栄養、休養なんですよね。でこれにエステのような手技とか、あるいは、自分の体を着飾るようなものが入ってると思うんですけど、その休養は睡眠なんですよね。で栄養は食事、はい、まあ、これを徹底してやってるのがボディビルだと、皆さんがやりやすい方法っていくつかあって、それをご紹介できればと思います、はいはい、私50代になって本当これから痩せたいっていうよりは筋トレとかも全然しないので、うん、筋肉がなくなって張りとかもなくなってくる、食事が私結構偏っていて、でこれじゃいけないなと思ってるんですけど、なかなかやれてないとか。もちろん筋トレできるのが理想なんですけど、まあ、多くの方はしたくないっていうことになると思うんですよね。なのでまずは筋トレじゃなくて日常生活の中で使える部分は使っとくっていうのをやった方がいいと思うんですよ、はい、例えば階段を登るっていうのはものすごいお尻、足、ふくらはぎのトレーニングになるので、なるべく階段を使うだけでもだいぶ違ってくるんですよね。で、まあ、できれば階段を一段飛ばしてやるだけでもかなり良くなってくるので、生活に運動を入れられればぜひ入れた方がいいと。例えば何かこう物を干すとか、その時に中途半端に手を上げずにちゃんと腕を上げると、この腕の付け根かなり使うんですよ。で腕の付け根ってここら辺まで腕の3分の1ぐらいを実は占拠してて、ここら辺の脂肪って実は肩の筋肉と実は深い関係があって、肩を高く上げるっていうのはそういった体脂肪の、対策になる。そう、でも確かに選択をしていると多分 私はめちゃくちゃ中途半端にしてこの辺がものすごい変に張っちゃって嫌だなと思いながらいつもというようなことをやりつつ、はい、まあ、食事と睡眠は誰でもやるじゃないですか、はい、だからこの質を上げていくっていうのが、うん、まあ、一番負担のない方法だと思うんですね、はい、で先生、あの不規則、偏食、はい、どんな感じなんですか。外食した時の方がバランスよく食べる、で自分の家で食べるって子供たちにはちゃんとやりますけど、自分の食べるものは好きなものしか食べないなるほど。好きなものがものすごく偏ってて、はい、お肉とかも別に自分では食べないし、うん、ご飯粒とかも別に好きでもない、まあ、嫌いでもないです、うん、お菓子が好き、甘いのが好きじゃなくて甘いものが好きです。だからオリーブにアンチョビとか、はいはい、ピザ、先生、ね、体型崩れてるとは思えないんで、今の食生活でも体型のキープはできてるわけじゃないですか。だから無理やり変える必要も特にないと思うんですね、うんうん、すごい太っちゃって困ってるとかではないじゃないですか、うん、はい、で、まあ、どんな人でも食事を変え少しでも変えると体少しでも変わるんですよ、うん、で食事をめちゃくちゃ変えると体もめちゃくちゃ変わるんですよ、うん、でもめちゃくちゃ変えると大体ストレスになって続かないっていう形になるんで、いっぱい変えちゃダメなんですよ、うん、いっぱい変えちゃダメで、
一個ずつ変えていって最後きれいに整っているぐらいに長期的に見た方がいいという考えてほしいんですよね。だから今の話聞いてると結構、まあ、理想と言われている、まあ、現代の栄養学的な理想とはほど遠いんですけどでも別に体はかなり理想的じゃないですか。だから食べ物が理想だからって体が理想とは限らないじゃないですか。でもまあ長く健康でいると考えてるんですよ。これからは絶対そうですよね。できるところからでいいです。まずの外食の方が、バランスがいいというんだったら、そこはもうしっかり守った方がいいと思うんですね、はい、そこ崩さないようにして、で家の方の食事で何か1個だけまず変えるっていうのが大事だと思うんですよ。今聞いてたのはあんまりお肉も食べない、はい、タンパク質が不足している可能性があるんじゃないかなと思うんですね。タンパク質はまあもう社会に説法して爪の材料にもなるし、はい、体全身の材料なんで少し意識的に取ってあげた方がいいんですけど、まあ、無理に取るともう続かないんで、一品でもいいから。なんか腸内環境、私なんか便秘なんですよ、はい、でその腸内環境を直したいと思って、あと食べれないものを減らしたいって思って、はい、最近納豆が食べれるようになったから、はい、そう家だと納豆は一つは食べようかなと思って、うん、最近はそれをやってます。いやそれをまず1個生活習慣、いい生活習慣入れたじゃないですか、うん、でそれがもう自分の生活習慣として馴染んだら次に行くんですよ。馴染む前に次やるともう続かなくなるんで、うん、馴染んできました。そうですね、そう、何かを頑張ってるうちに他の頑張りを追加すると大体破滅するんで、今じゃそれをまずやってもらうだけで実は良くて、だからいい方向に進んでると思うんですね、はい、なので自分が取り入れやすいタンパク質食材をもう1個ぐらい入れれるといいんじゃないかな、うん、今の植物性タンパク質で別に問題があるわけじゃないんですけど、はい、例えば魚とかを食べれると魚に入っている良質な脂質も手に入るんで一石二鳥になるんですよね、うん、なので次は魚。そうですね、魚屋の娘なんですよ、もともとは、だからすっごい魚を食べてきて育ってきたんですよ。だからなんか自分で魚をわざわざ買ってっていうのがなくて、ただ外に行くと刺身だったりとか食べ、ね、いただくときはすっごい美味しいなと食べるんですけど、そしたら別に今言った大豆、納豆みたいな大豆みたいな植物性のタンパク質でもいいですよ。肉が嫌いだったら、うん、動物性のタンパク質がいいっていうのは筋肉を少しでも早く成長させたいときにはいいんですよ、うん、別にそうじゃなければ別に植物性のタンパク質でもいいし、実際にはですね植物性のタンパク質だけでボディービルを出てる選手もいるんです。え、すごっ。そうなんです。だから誤解で動物性でなきゃいけないなんてことは全くなくて、実は私も動物性のタンパク質をいっぱい取るとやっぱちょっと体調が悪くなるんですよ。疲れるんで、うん、植物性のものでも全然体作りできますんで。そうなんですね。だから納豆が習慣化したら、まあ、納豆もう一パックでもいいかもしれません、うん、豆腐とかでもいいかもしれません、はい、そういうものでいいと思うんですよ。あと納豆はすごくいいのは、まあ、その腸内環境っていうとその腸内細菌を手に入れるのがいいところですね、うん、はい、で腸内細菌って食物繊維を材料に発酵するわけですよ、はい、餌にして、うんうん、だ食物繊維と腸内細菌が一緒にいることに意味があるんですね。ああ、なるほど。そうなんです。でも実は納豆は食物繊維も豊富で、そういうことなんですね、はい、特に水溶性食物繊維がその発酵の餌になるんですけど、これも豊富なんですよ、うん、だいっぱい野菜とか大変な人は納豆を食べておくっていうのはめちゃくちゃおすすめなんですよ。よかった、いい、すごいいい、いい習慣だと思います、うん、ただそういう意味で言うと納豆に近しいもので言うと、うん、麦飯とかですね。あ、はい、うち玄米なんですけど、ね、玄米もいいですね。玄米もいいですけど麦の方がより食物繊維入ってるんで。そうなんだ。でもだから玄米がダメとかじゃないですか、いろんな穀物を取ってあげると腸の中にいろんなこう、そっか、はい、食物繊維入ってくるっていうことになりますので、私がすごいおすすめしてるのがスーパーオーモンドという麦で、その食物繊維の含有量がめちゃくちゃ多いんですよ。へー。オーストラリアで開発された遺伝子組み換えじゃない作物なんで、はい、穀物なんで、これはすごいおすすめで、1日 12g 取るだけで腸内に排泄量、排便回数が上がるというデータがあって、実際にその体感すごいんですよ。私もそれ取り入れたから腸の状態良くなったし、例えば海外の食でそれを食べれなくなったりすると、うん、ちょっと状態悪くなるんですよね。ちょっとこれ買って帰りました今日。これすごいおすすめなんですよ、うん、ご飯って柔らかいからあんま噛まずに飲めちゃうじゃないですか。確かに。噛みつぶすことでそのスーパーオーモンドの内部の食物繊維が露出するわけですよ、うん、なので噛まないっていうのはもったいないので、うん、噛むようにしてて、私はスーパーオーモンド茹でてタッパーに入れておくんですよ。それを、はい、冷蔵庫のチルドルームみたいに入れておくじゃないですか、うん、ちょっと悪くならないんで、うん、で朝こうそれをスプーンで、大さじ2杯ぐらいですけど、体が筋肉を切ってこうよく噛んで食べると
甘い。もうそのまま？そのまま食べるんですか。すごい。すごく穀物の味がするんで、うん、あ、優しい甘みだわみたいな感じ で、 美味しいですね。うん、でそれよく噛むんですよ、ご飯の前に。うん、そうすると朝いっぱい食べるようなこともないし。確かに噛むとあれですもんね。そうなんです、あの満腹中枢が刺激されますし、うん、あとねよく噛むと代謝が上がるんですよ。そうなんですか。代謝が上がって年間で体脂肪2キロ分ぐらいは燃える計算になるんですよね。事件。事件。噛むだけで痩せるんです。そう、噛む瞬間はめちゃくちゃお得なんですよ。うん、食事に関しては、まあ、タンパク質と、食物繊維、うん、あと多くの食物っていうのは多分ね脂質が高いんですよ。あ、油、油ですよね。油が多いので、うん、で油を減らせってなるんですけど、減らすときついじゃないですか、はい、味があんまりうまくない、満足感がないってなるんで、そう、脂質の置き換えが有効なんですよ。うん、脂質を、太りにくい脂質に変えるっていうことで、はい、MCT オイル、中性脂肪酸。あ、使ってる。あ、使ってますね、さすが。あとはオメガ3脂肪酸っていう、まあ、体内で生成できない必須脂肪酸を使うっていうふうにすると、同じ脂肪を取るのでも太りにくいし体にいいっていうになるので、そういうアレンジが必要ですね。で今日本人の全体の食事の傾向を見ると、食物繊維が足りない、脂質が高いっていう感じなんですよ。なんか揚げ物とかね、こう外に行くとそういうのが増えちゃう。そうですね、はい、だから家でできるときにそういう油に変えるだけでいい、うん、だから私ドレッシング前も確か動画でやって、なんかのドレッシングで油を入れるときはいい。あ、それも超おすすめですね、うん、はい、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひやってみてもらえれば。と基本すぐは寝れるんですけど、夜中に結構最近起きちゃって、うん、で熟睡してない感じ、はいはい、睡眠は唯一脳を休ませてる時間だっていうことを認識した方がいいんですよ。あの時に脳を覚醒させてるってことは脳が休まないってことなんですよね。